ずっと使ってます。言わんでいいよそれは。分からへんよ、言わんかったら。そう、意外と重いんです。久しぶりですね、この配信もね。いつそうだよ、久しぶり。この間できなかった。できなかった。そう、ゆうか一人でやってて。え、そうなんだ。あ、なんかありましたっけ。こじりんは出てなくて、りゆうちゃんは、あ、そうだ、おさぼりしました。あ、あもおさぼりしました。待って、え、おさぼりってやってて。え、なんかそんなはっきりおさぼりって言わんとね。自分で言ってるやん。いや、ほんとでしょ。おさぼりって言わんとね。わー、たわー、けんいちさん、ありがとうございます。たわありがとうございます。すごい、これはすごい空間だ。ゆうちゃんおめでとうやで。ありがとうございます。ゆうちゃんお誕生日おめでとう。みんなね、こじりん、ゆうちゃんのお誕生日やで、はい、あ、おめでとう。ほんまにおめでとう。今日中におめでとうございます。もう今日中にだから全部言っときますね。おめでとうございます。ゆうちゃんほんまにおめでとう。今年1年もゆうちゃんと一緒にこう過ごせてよかった。よかった、うん、24歳のゆうちゃんも、うんうん、もうこれからもいっぱい楽しいことしような、うん、しましょうね、うん、それは受け入れる。その言った言葉を受け入れるけど、ただ当日も違う言葉で返してきてな、うん、言ってきてな。当日もうない、うん、当日は私10月12日なんだ、うん、だから君たちは LINE 送ってきなさい。でももう今出し切った。もう言い切りました。語彙力がないから、うん、やっぱりはおめでとうの文字、うん、おめでとうの5文字全部が詰まってます、うん、ユミさんに、うん、はい、おめでとう、うん、伝わりました、うん、伝わらん、私は伝わりました。伝わらんねん、はい、伝わらないの、え、伝わらないの、伝わらないんですか。それはユミさんの力が足りないんです。え、読み取る力が、そんな風に、え、待って、軽い感じなん、え、ちょ、薄いねんな。あ、うちらの関係でそんな薄いんや。え、待って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 、こんだけ一緒に行った仲やのに、はいはい、これで通じ合えるん。そうですよ。え、だってかコジリンがおめでとうって言ったので、はい、もうほんま30分ぐらい喋ってるぐらいですよね。普通は、ね、普通は当日にいっぱいお祝いしてくれるのに、うん、フライングっていうのはないから。いや、いやでも、いや、それだけ早く伝えたいんですよ。ほんまにも伝えたくてしょうがなかった。ご飯食べば。一番やろ、でも私たちが世界で一番やろ。言葉が全てじゃないって。ほら、重いですよね、重い。重い、嬉しいよ、嬉しいよ、嬉しいよ、嬉しいけど、重いが全てだから、これは分かった、受け止めるかもしれない。受け止めてくれるの、受け止めてもらうんだと。ありがとう。じゃあもういいか。いいですね、うん、あ、ルーズね、こじりお疲れ。お疲れ様でした。よし、うーん、うーん、ダメです。死ぬかと思った。はい、だ、USJ 行きました。行ったねー、ユニバ。あの被り物マジかわいい。うん、かわいい。いいものに出会いましたね。出会ったな、うん、なんか3人ともちゃんと自分の好きなものと出会ったな。そう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 、出会って服に合ってるやつでした。うまいな、楽しかった。でもここカップル成立してんの。あ、そうでした。すいませんね、すいませんね。まさか彼には2人いるので。いや、最低やで。ほんまに最低。でも実質あのあれやで、うんかもう2人やからな。そうだそうだ、カリン、カリンちゃんと、そうそうそう。でもお疲れ様です。でもこじりんのそういうちょっとチャラい人たらしなところを私はちょっとな考慮してて、うん、そこまで考えて。でもなんか絵の悩ましい人って思いますけど、うん、こんなうまいこといくっていう展開になるじゃないですか。確かに、うん、なんかカリンも最初マイティって思って、うんうん、そこ成立するかなんだテンションで行ったら、うん、あーやあーのが出てきて、うんうん、っていう、あんなうまくいく。いや、なんかほんまに、うん、ほんまの恋愛ドラマ見てる気持ちになってんけど、ね、めっちゃなんか良かったですよね、うん、なんかいい展開で、なんかそう、なんか面白かった。あのトークイベントがしたい。えんでな、そう、決まると喋れる。そう、もう本当になんかトークボックスみたいなんだけ用意してもらって、あとはもうほんとみんなただ喋るっていう、なんかやっぱあの10分もない、あの5、6分の時間みんなで、うん、うちらさん、MC のさ、なんか違う、なんか後悔じゃない、なんかゴミゴミ。だってさ、うちらはさ、あ、なんか来た、あ、ごめんなさい、何してるん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 、暇でん、暇でん、暇でんのテンション、しおりちゃんの、しおりちゃんの
ですか。マラソンのなんかさ、なんて言うんだっけ、禁断の、なんて言うんですけど、こういうの。なんて言うんですか、絶対領域。あ、絶対領域。こっちに映ってた。絶対そうやで、こっちにも、あ、こっちの方が一番映ってる。え、しおりちゃんの足が見れるぞ。絶対領域、絶対領域、絶対領域が見れるぞ。何してるんってすいませんね、うちの同期が。やめて、あ、やめてくださいね。嵐が来るな、はい、嵐が来ました。やばい、来るぞ。あ、みんな大丈夫か。みんな寄ったわ。なんでゆみさん反応してくれないんですか。いや、反応したよ。口に入ってたの。文化さん、みんな、みんな短いスカート履いて、上にシレート見てたみんなし、何にしおりちゃん、文化さん、お疲れ様でした。そう、もう、あ、しおりちゃんが喋ってんねん。でこちこちゃん聞いてて、文化に質問ないよ、しおり。はい。文化さん、なんで今日そんなお団子、丸い玉二つも後ろにつけてるんですか。ほんまにいや、この子。何なんで今日そんな可愛い髪型してるんですか。え、今日は、じゃ今日ね、2回公演やったから、こすらえて夜は、ちょっとね、はい、踊りやすい髪型にしようと思っただけ。で、あの、チョロゲ、チョロゲめっちゃうくそう、チョロゲがめちゃくちゃ綺麗だし、おー、1個だけついてる。え、かりんちゃん、前髪どうした。何も、あ、そう、ありがとうございます。人のこと言えないだろ。教えていただいて、何このしよう。満足、すごくない。サンリオ、出発で、あれ？めっちゃすごいな、サンリオだよ。バラして、私もうちょっと誕生日。みんな、サンリオになれなかったの。昨日サンリオだよ。そんな怒らないでくださいよ。そんな切れないでくださいよ。アンジュ。ホラー映像なってるから、ホラー映像なってる。帰れ帰れ帰れ。みんなここら辺だったらどっかには映るわ。騒がしい騒がしい。先輩怖い。どこが怖いんや。お疲れ様でした。初めてやって振った。おい、邪魔すんな、邪魔すんな。おい、邪魔すんなって。邪魔すんなって、落ち着けて。一旦落ち着こう、一旦手で隠して。手で隠して、隠してやめなさい。落ち着きなさい。いやいや、もっとしっかり落ち着きなさい。飾りやんか。飾り？飾りだって、これ。壁紙ってことレイちゃん、こんな大きい声出ねえな。何やんか、何やんか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。バイバイ。あ、静かになった。静かになった。ただでさえうるさいのに。それを超えてきたから。いつも楽屋こんな感じなんかやって。こんな感じ。なんか伝わらないですね。でもなんかもっと伝わってほしいですね。女子校のような空気です。あ、そういうのめっちゃ分かりやすい。分かりやすいよな。みんななんか足広げてそれは言わんでいいよ。それは言わんでいいじゃん。あなたです。足広げてんのは、うん、そうです足広げて肩まくってんのはあなたです。で、あの、みんな何もお構いなく着替え始める。そうやな、うん、疲れそうです。なんかもっとさ、なんか見られないようにとかするじゃないですか。みんなパパまあ先輩を筆頭にな。そうですね、どんどんいる年数が長くなるとね、そうなっていきますね。最初みんな恥ずかしい超女子校って感じ。確かに本当でも青春してんな。うん、12周年おめでとうの祝杯あげたやって。素晴らしい。なんかファンの皆さんも一緒にそういうしてくれるの嬉しいな。嬉しいね。あ、キロキロキロピッ。え、もしかしてモノマネした今。怖い、なんか白目向いてた今。出てきてる。バイバイ。おろしまちゃん。はい。おろしまちゃん。呼び方。おろしまちゃん。一回ちょっとこっち来て。ちょ、うか邪魔。え、みんな。見守ってくかわいそうに。かわいそうじゃない。黒島ちゃんのさ、ショールーム見ててんよな、うん、結構意外と喋んねんな。そう、いつもさ、こんな感じやねん、うん、めっちゃ人見知りっていうのも聞いててさ、そう、そう、聞いて、ね、意外と喋れんやって思ってた。いい匂い。かわいい。あ、かわいそう。おいで、ね、ちょっとの時間かかる。ごめんね。おいで、まあ、言わんでええやん、嬉しいやんな。はい、ほら、はい、言わせさん、おいで。言わせてないよ、嬉しいよな、じゃないこの子もいます。はい、はい、か、幸せです。何、ね、お名前は、ね、山本ひかるです。みんなひかるちゃんだよ。だってもうこの子たち先輩なんねんで。やばいって。どう、吸気入ってきたらどうする。やばいです。どうすんの。何がやばいの。
いろいろやばい。どうすんの？先輩になれる？頑張ります。時間いけるんだって。時間いけないかも。そうだ、あ、ギリギリギリ。おやすみ。まあ、みんな、みんな早く寝なさい。おやすみ。や、みんな早く寝なさい。早く寝なさい。おやすみ。はい、高校生。あ、高校生か。高校生です。あ、そう、光大丈夫。そっかそっか、安心。お疲れ様でした。バイバイ。お疲れ様でした。いきます。終わったらいい。そう、おねるの時間なの。ミルク飲んで寝るんだよ。すごい。もう私たちお母さんやんって時間気にして。お前やな。保護者しっかり、保護者しっかりしないと。保護者しっかりしないとですね。やっぱな、親と離れてる分、うん、うちらがちゃんと世話しないといけないからね。はい、はい、面倒見ます。面倒見ます。そんな私の面倒は誰が見てくれるんですか？そんな私の面倒誰が見てくれるんですか？見てくれる人いないんですけど。私もいないんだけど。ピュン。正気に戻ってください。はい。今年25歳。はい、24歳。はい、24歳です。23ちゃんです。23?24 になる ?24。23。1個ずつだもんね。私が見てやるか、みんな。任せとけ、みんな。結構お姉さんっぽいですけどね、3人の時。ほんま？え、だいぶな。ゆうみさんだけど。うん、ゆうちゃんが無意識にめっちゃ動いてんで。そう、マジで。なんかご飯とか行っても、一番やりますよね。え、そう、やってくれんねん。でも無意識やろ？めっちゃ無意識。それがすごい。すごい。なんかでも無意識がこうさ、いい感じに補ってんやろな。ゆうちゃんが無意識でこれして、私も多分何かして、こじりもなんかして。確かに私たちは私たちで、で、な、面倒見やる。そうですね。すいません、言っていきましょうね。解決、解決。ほら、バランス良すぎる。え、うーちゃんの面倒は一生見ますが、やって。あ、見てくれる人がいる。嬉しい。私の面倒を見るときはめっちゃ、私はもうあれやから、情緒不安定やから、大変やと思うね。皆さん任せました。任されました。あ、ゆうじさん、ケーキありがとうございます。夜公演盛り上がりましたか？夜公演の MC が盛り上がったな。が一番あれはもうちょっと DM 見返したいな。ね、もう本当にもう笑いすぎて、なんかガガガとか声ちょっと喉イガイガした。もうなんかガガガした。笑ってました？笑頑張りました？うん、あ、ちょっと笑いすぎになった。カリンもうイントロ踊ってる時は。なんかさ、ちょっとニヤってしちゃったもん。そう、で、歌割りとかでさ、そのさっき選び合ってたメンバーが最初に歌ってたりした。アーカウントだったんですよ、最初の歌割りが。そうだから、もうそれも面白くて、全部面白かったです。なんか意識しちゃってさ、なんかゆうちゃんとさ、あの休戦協定でさ、隣になった時もさ、なんか最初ちょっと気まずくてさ、でゆうちゃんがこっち見たから、こうやってな、こうやってでいいなって。そう、でもな、あの昼公演のな、男子が入る時な、タタ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 ラララララのフリーの時。どこ？どこ？まあ、B ダンシングダンシングハイの1B。こうやって肩を持って、こうやってフリーしようと思ってて、で、ウーカも多分私の肩を持ってフリーをしてて、やろうとしてフリーをこうやってお互いにやろうとした瞬間に手伝って、重なってこうやって、これ伏線やったな、夜の。あ、笑い。それはちょっと映っててほしいな、映像。ほんなら、そう、夜公演は渚にこれやってからペアやね、渚と。タタラララなんて。やばい、くどかれてる。もう本当にくどかれてる。すごいね、公演中もなんか忙しい。忙しい。普通にやってらんない。ね。で、小島はさ、前髪切りすぎたのかさ。あのさ、
あの雷鳴の時のさ、一発目の曲でさ、後ろ向く振りがあって、私は前で、あのこうやって振りがあんねんけど、その時に変顔しだして今日はめっちゃ変顔してたね、びっくりした。でも笑っちゃった好きだむしもしてた好きだむしで、2番の僕じゃないけ、僕じゃなかったのに24時間君のことは24時間なんかこっち 見るのにな、見えひんかってやんか、こじりんが。だからこじりん今日見えひんなと思ったらな、真顔でまっすぐ向こう見てな、こうやって変顔2連発してるんだで、その後その後こうやって向き合ってびっくりした、ね、何よもう何なんか言うてなんか言うてこれしかできなかったわねえじゃなんかしてくるわです、してくるわ、正解はしてくる、私たちはなんかなバイバイ、ありがとう、バイバイ、ありがとう、バイバイ、ありがとう、中野未来です、みんなドラさんロッキーが通ります、お疲れジャンボリー、せーの、ジャンボリミッキー、ジャンボリミッキー、ジャンボリミッキー、ジャンボリズンズン、あ、ズンズン、かわいい、ズンズン、かわいい、ズンズンまでなんや、ね、ズンズンまで、じゃあそれで、うん、終わらない変顔して、向き合ってね、最後座んねんな、うん、その時にな、こじりんがな、どうですかみたいな顔でこっち見て、だからあんなに二人笑ってたんよ、なんでこんな笑ってんやろと思って、めっちゃドヤ顔してた、当時小島ひどかったわ変顔が、あー面白かった、あーみんなさん DMM 見返してください、はい、ということで12周年ありがとうございました、13年目もよろしくお願いします、これからもついてきてください、じゃあランキングを読んでいきます、13位しまむん、12位ちゃみさん、11位ゆうさん、13位かっちゅんさん、ありがとうございます、12位とらさん、セロマンマラム、ありがとうございます、11位えがちゃん、ありがとうございます、5位こっちゃん、10位ゆうきさん、ありがとうございます、9位いそかぜさん、ありがとうございます、8位野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます、7位ふたばさん、ありがとうございます、6位うかうかおはるちゃんさん、ありがとうございます、5位おかゆっこさん、ありがとうございます、4位豆しばさん、ありがとうございます、3位チョコちゃん、ありがとうございます、2位ウーカメインの箱推しさん、ありがとうございます、1位ケンイチさん、ありがとうございました、イケメンおる、マジでありがとう、ケンイチありがとうな、またよろしくな、いつもありがとう、ほんまにありがとう、またよろしくな、よろしく、じゃあまた会いましょう、見てくれてありがとうございました、おやすみなさーい。